技術者。技術者とは、工学に関する専門的な才能や技術を持った実践者のことである。類義語で、日本の名称独占資格である、技術士及び技能士と比べて、明確な定義のない故障で、スキルを持つ者の呼び名として、工学以外の分野も含め広く用いられている。技術者に対応する英語として、または、 同じ意味合いの外来語として、エンジニアの故障も用いられる。ただし、日本以外の国においては、エンジニアの称号には、工学士の学位が必要とされると明確な制限がある場合が多く、日本語での技術者、エンジニアは、こうした国においては別の職種とみなされる、テクニシャン、技能者に相当することも多いため注意が必要である。また別の臨語として、技や、 技師も存在するが、こちらは日本では役職名や資格名に用いられることが多い。例、臨床工学技師、臨床検査技師、診療放射線技師、思考管理技師。技術者は製造業一般、サービス産業など、製品やシステムなど、また農林水産分野など、物やことを生み出される、生産が伴うすべての産業に存在している。通常、 工学、機械工学、電子工学、情報工学、科学工学など、や理学、数学、物理学などの分野の知識を持ち、有用なもの、工程、システムなどを設計、開発、製造する。20世紀後半以降、ものの中には、具体的な形を持つハードウェアだけでなく、それを使うためのソフトウェアが含まれるようになっている。また、 技術者が制作したものを正しく動作させるための運用、保守に関わる職種も技術者に含む。技術者は製造業一般、サービス産業など、製品やシステムなど、また農林水産分野など、物やことを生み出される、生産が伴うすべての産業に存在している。電気工学分野に、電気技術者、機械工学分野に、機械技術者などと、 工学分野の数だけ分野ごとの技術者が存在し、などとテクノロジー産業ごとに技術者が存在する。またそれぞれの分野ごとに、調査計画から分析、設計から製作や試行という一連の工程においてそれぞれ技術者が存在するほか、製品の品質管理、維持管理、製造のための設備保守、メンテナンス、物のの修理修繕及び修復。 施設の運営のためといった業務などに従事する技術者も数多い。技術者の一例として、パンや菓子を製造する、製パン、製菓技術者、被覆分野の縫製技術者、ボーリングのドリラー、照明技術者、環境分析技術者、環境保全技術者、登場運用技術者、農業技術者、森林、林業技術者、食品製造に従事する、 食品技術者、洋服など仕立ての技術者、和装式服の染み抜き技術者、細菌検査技術者、デントゲン技術者、検品技術者、ビル管理技術者、建築物環境衛生管理技術者、ビル管理士、ビル管理者試験などといった具合で様々である。さらにはメカニック、そして汎用機オペレーター、カナダドルオペレーターなどのオペレーターやコンピュータ技術者として、 システム監査技術者、ソフトウェア開発者もソフトウェア技術者という技術である。他、コンピューター分野のプログラマー、デザイナーも、他に、ピアノ調律師、PA ミキサー、MA ミキサーなど、さらに医療分野の技師総具師、歯科技工師なども技術者と認識される。また、技術部門以外の接客業などにおいても、接客技術者のように技術者という表現を使う。 ケースが見られる。その他公務員として報酬する各種の技術者、例えば技術陸装海層、空装など特殊な任務を負う技術者も存在するほか、宇宙飛行関係者や宇宙飛行士、消防士、警察官、例えば交通管理分野の技術者などでも技術者の場合がある。技術者という呼称に明確な定義は存在しないが、国語辞典、 デジタル大事線では、技術者を、科学上の専門的な技術を持ち、それを役立たせることを職業とする人、技術家と記述している。技術者に対応する英語としては、エンジニアが用いられる。エンジニアは、直訳するとエンイコール拡大する、実践するの説答後、ジーニアイコール才能ある人、ひらめく人の意で、エンジニアリングに対応する国である。 エンジニアリングが工学と翻訳されることから、エンジニアを工学者とする場合もあるが、日本語においては技術者イコールエンジニアとされることが差は。技術者に類似した概念に技能者がある。技能者とは機械の組み立てや精密加工などのものづくりの実作業を担当する者を指す。専門知識を応用して成果を出すことは求められない反面。 極めて高度な技能が要求されることから伝統的な職人の概念に近い。技能者の国家資格に技能士がある。ただし技術者は試作といった作業の必要性から実質的に技能者であることを求められることもあり、優れた技術者は同時に優れた技能者であることが多い。技能者に対応する英語としてはテクニシャンが用いられる。テクニシャンは マニュアルなどにより定められた経験的な実務を行う。職種で新たな問題に挑むエンジニアとは明確に異なる職とみなされる。エンジニアの指示のもと、エンジニアの補助や実務を行う人々と称されることもあり。例えば、アメリカにおいては、エンジニアとテクニシャンでは、給与体系も大きく異なり、エンジニアがテクニシャンの仕事をすることは通常ない。また、 エンジニアとテクニシャンの中間のポジションとして、テクノロジストという職種も存在する。テクノロジストに対応する日本語の定約は存在せず、日本においては技術者の一部とみなされている。企業の一部には日本国内外を問わず、下記の技術者の職会を有することが多い、組織によって名称や階級は一部変わる。また、旧内務省では、技師、主任技師、 現行の議官に相当という職が存在していた。一例として、所長、または工場長技師長、所長級技術者副所長、または副工場長主幹技師、部長級技術者主任技師、課長級技術者技師、係長級技術者技師補など、組織に所属する技術者は、職場においては横断的に仕事をこなすため、 明確な職名が存在しないことが多い。ヨーロッパでは研究者の方が工学技術者より格上であるという風潮がある。これはもともと貴族が趣味として自然科学を探求し先導してきた歴史背景があるためと言われ、実際応用技術より基礎研究に対する関心が強い。逆にこのような歴史的背景が存在しないアメリカでは 社会での実践を担う技術者、エンジニアは大きな影響力を持つため地位が非常に高く管理職、マネージャーよりも重視される。指導者的な役割を果たすことが期待され、最高経営責任者、CEO の多くが技術者出身となっている。国内では学会と社会が断絶構造となっているため、社会的に科学者は名誉しか存在しない。また技術者は 手先の器用な低級労働者として認知されている。近年では、学者、研究者であると同時に、技術的、実動的な作業も兼ねる現場派の学者、研究者も増加してきている。技術者は、理論的、実験的アプローチにより、事前に設定された目標を達成する、製品設計、製作などを目指し、科学者は実験などから得た事象を系統的に整理し、 理論体系の構築を目指す。技術者は産業界、主に企業において実用的な技術を担う職務を担う一方で、研究者といった場合、実用性以前に実現性の有無すら未知の領域を探求する職務であり、技術者とは住み分けがなされている。技術者は主に産業界に属しているが、研究者といった場合は必ずしも属する組織が限定されない。 これは産業界で必要とされる研究と学術界で価値のある研究にも差異があるためである。さらに企業における新製品の研究開発という場合は、研究者というより高度な技術者が必要とされる傾向があり、学者といった場合、企業ではなく大学などの学術、教育機関に属している研究者を指すことが多い。これは教育サービスを提供するがどうかも、 学者、研究者を区別する一つの基準であることを意する。公的な学術機関の場合は、学者ではなく、研究者と呼称される。私企業の場合、基礎研究に近い事業に関わっている場合のみ、研究者と呼称される。例、日夜科学工業勤務時の中村修司音楽業界においては、レコーディングスタジオなどで、レコード、CD、 DVD などの音楽制作物における音響操作系技術者であるレコーディングエンジニアやマスタリングエンジニアのを単にエンジニアと呼称及び表記することがある。他にも補佐役のアシスタントエンジニア、ライブ及びコンサート会場や各種ステージなどでの音響操作担当者は PA エンジニア、音響機器制作はオーディオエンジニア、映像制作関連で 画像編集などの作業担当者は、ベイ、ビデオエンジニアなどがあり、その場合も、エンジニアとだけ故障及び表記されている場合がある。音響技術者の位置形態で、CDDA、CD の制作工程において、プリマスタリングと呼ばれる作業に従事する技術者は、マスタリングエンジニアと呼ばれる。航空従事者のうち、航空機の運航に携わる、航空機関士は、 航空エンジニア、フライトエンジニアとも呼ばれる。ISS フライトエンジニアなど。製品等の開発責任技術者を、チーフエンジニア、企業に属していない独立したエンジニアを、フリーエンジニア、フリーランスエンジニア、その逆を、インハウスエンジニア、その他、フィールドエンジニア、ファクトリーエンジニア、セールスエンジニア、ゲストエンジニアとそれぞれ故障される。 技術コンサルタントとして従事しているのがコンサルティングエンジニアであり、これをコンサルティング技術者とはあまり呼称されない。またバイオテクノロジーの分野に従事する技術者をバイオエンジニア、医療分野に従事するメディカルエンジニア、モータースポーツの世界のエンジニアはレースエンジニア、またラリーなどでのトラックエンジニアがエンジニアと呼称される。建築分野では 構造部門の構造エンジニア、金融業では、フィナンシャルエンジニアと呼ばれるエンジニアが存在する。コンピュータの分野では、総称して、コンピュータエンジニア、コンピュータ技術者、IT エンジニアなどと呼ばれる。職種により、インフラエンジニア、システムエンジニア、組み込みエンジニア、組み込みシステムエンジニア、ネットワークエンジニア、ウェブエンジニア、データベースエンジニア、 カスタマーエンジニアなどもある。その他、ナレッジエンジニアについては、エキスパートシステムを参照。生態系エンジニアは、特定の職業人物を表しているのではなく、生物分野の例えで、エンジニアのような生物の意味である。ある生物をエンジニアに見立てて故障している。シビルエンジニアは、建設分野のエンジニアのことであるが、日本では、 土木分野の技術者の意味で故障されている。エンジニアアーキテクトは日本では建築分野の構造化にあたる。三次元エンジニアは日本では三次元を用いた技術者の故障の一つ。モデルエンジニアリングの分野にも優れたモデルエンジニアと称された人物らがいる。PC エンジンの熱狂的なユーザーのことをかつて PC エンジニアと呼んでいた。 従来は事業者を置いて技術者を雇い事業を支える設備の維持管理を事業者自身が行うことが多かったこの種類の技術者をインハウスエンジニアというその上で法定検査等ノウハウに乏しく対応できないものについてはインハウスエンジニアが外部と交渉して委託するという体制をとっていた近年日本で起きた原発事故で見る通り電力など エネルギー業界等の管理施設では、施設を所有する管理者側のエンジニアと、必要に応じ委託を受けて業務に当たるエンジニアと、多重構図をなし入る。昨今では、事業者内の技術者は、コスト削減の大号令の中で、どんどん削減され極端な場合は廃止し、すべてを外部の業者に任せるといった形態になりつつある。建設業界では、建設サービスの高度化時代、 詳細設計は試行業者に設計担当のインハウスエンジニアを抱え、設計を行う場合も多々ある。IT 社会になってからはデジタルトランスフォーメーションの機運が高まり、社内 SE が急速に増え続けている。官庁にいる技術公務員、インハウスエンジニアは官庁技術者と呼ばれる。日本の場合こうした技術者が、 本庁で先合わせ中央官庁内の他地方自治体と地方公共団体、公団や公社、特殊法人、官庁外閣団体である公益法人等々でおり、また組織外からの出向者も多々おり、多重構造を成している。日本の公共調達法は、明治期の館直営方式時代からの枠組みを、戦後も何とか変化する時代の要請に合わすべく、運用面で対処し、 会計法規を裁量解釈、拡大解釈で進めてきた経緯がある。戦後は各種技術コンサルタントを誕生させ、官庁での技術業務のアウトソーシングを進ませ、その後も世界中でも官の技術の民間への移行も加速化して進み、官庁技術者集団のスリム化を進行させた。日本においては官内技術者集団でなければ、 基本的に実施し得ないあるいは放棄上なければいけない技術業務以外は今日民間の技術、能力が実績が積まれ向上していったという経緯がある。建設産業時点2008年建設産業史研究会鹿島出版会の端末に掲載されている用語解説テクニカルターミノロジーインハウスエンジニア環境技術者のこで 旧建設省出身の松浦茂木東洋、大学国際地域学部教授が社会基盤整備工事に伴う土木事業などは、直轄での河川、砂防、海岸、多目的ダム、国道系道路、国営都市公園、港湾、空港など、国土整備と交通施設整備を担当する国土交通省を中心に浄水を担当する厚生労働省。 発電工業用水を担当する経済、産業省などに、工学技術職の議官がおり、その他文部科学省の文部議官として、教育施設の営善など、担当や、農林水産省などの農業土木系、林業土木系、水産土木系の施設を扱うさらには、防衛施設庁、警察庁や気候等と、他に各省庁研究所などの研究職での議官がいる。 国土交通省で見ると、本省では、河川局、道路局、港湾局、都市整備局を中心に配置され、各局長、都市整備局では、下水道部長らは、土木議官であり、全国の出先機関として八つの地方整備局や、北海道開発局に配属される大多数の機関から技術系の部の部長や、局長も議官であること、本省において、 局長以上の議官ポストは、旧建設省議官と旧運輸省の技術総括審議官があること、建設省発足以来事務次官は、事務と候補に就任していること、この省に入省後、基本的に河川、道路、ダム、港等、背番号が付けられ、それぞれ専門家としての道を歩んでいくことを、明記している。英語圏の国で名称では、チャータードエンジニア、 チャータードエンジニア、CE とプロフェッショナルエンジニア、プロフェッショナルエンジニアへの二つの勢力がある。CE の方はイギリスでの資格のため、イギリス本土の他アイルランド、またインド、スリランカ、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ、アラブ諸国といった旧植民地で CE が使用される。ただし、旧英連邦のうちオーストラリア、ニュージーランドでの名称は、 チャータードプロフェッショナル、エンジニアとチャータードとプロフェッショナルの言葉を重ねている。大英連邦ではカナダは隣国アメリカ合衆国同様にペとしている。アメリカのペでは多くの技術部門があるが独占業務は日本でいう土木分野で建築分野は構造エンジニアリングだけをペにしている。プロフェッショナルエンジニアはアメリカの各州が 週ごとに設けているエンジニアの公的資格となっており、第1グループ、1化学工学、2土木工学、3電気工学、4機械工学、5環境工学と、第2グループ、1農業工学、2制御システム工学、3防火工学、4産業工学、5製造工学、夜勤工学、工業、鉱物工学、原子力工学、石油工学とがある。これを、 日本では NPO 法人日本プロフェッショナルエンジニア協会日本ペ FE 試験協議会がこの資格試験を主催している。プロフェッショナルエンジニアに関連する資格は他に FE 試験と国際認定生産技術者を設けている。ほとんどの国は技術者資格の英訳自体はプロフェッショナルエンジニアを当てている。自国語の技術者資格、例えば韓国は技術士、 中国は高級皇帝士で英語はプロフェッショナルエンジニアとしている。日本の技術士も発足時に英名はコンテルティングエンジニアとしていたが現在はプロフェッショナルエンジニアと表現している。中国語では技術の職を皇帝士と呼ぶが中華人民共和国で皇帝士を四段階にしておりエンジニアに相当しているのは高級皇帝士で また一種の名誉称号である技術職名制度でエンジニア相当高級工程士と建築分野の高級建築士などが国家工程技術職務条例で定められている。1985年より名誉称号から仕事の独占資格に適時移行しているが名称は従来と同様にしている。ただし独占業務としているのはやはりアメリカや日本同様建築 土木分野だけである中国では、日本の技術士総合管理部門と、同等くらいの建設設計技術者は教授9回、高級エンジニア、日本の技術士や RCCM などと、同等くらいの高級エンジニア、そしてエンジニア、副エンジニアという具合であり、専門知識人員として、国家一級陶器構造エンジニア、日本の建築設備士にあたる、 国家陶器公用装置エンジニア、日本の電気設備士にあたる国家陶器電気系エンジニア、国家陶器の土木岩戸エンジニア、中国政府認定の予算管理士となる国家陶器作り家エンジニアといった各専門エンジニアを定めている。なお、建築士にあたるものは国家一級陶器建築士と国家二級陶器建築士がある。プロフェッショナルエンジニア、ペの制度は 分野として、機械の専門技術者である、メカニカルエンジニア部門、電気の専門技術者である、エレクトリカルエンジニア部門などが含まれている。アメリカ合衆国では、建設分野では、早くから建築家、アーキテクトの制度を存在させているが、それと、並行して土木や建築構造全般にわたる建設エンジニアである、シビルエンジニア部門は、 シビルエンジニアリング専門分野として、構造エンジニアを表すストラクチュラルと地質のそれを表すソイルの各分野がある。このストラクチュラルエンジニア、ストラクチュアルエンジニアの資格を取る場合は、シビルエンジニア部門の資格を取った上で、さらに2年間の実務経験を積み、各自専門に関する2日間にわたる試験を受け、試験に合格する必要がある。なお、 アメリカのアーキテクト資格は日本の建築士と同様に建築に関する全ての設計に携わることが認められるがプロフェッショナルライアビリティの関係上実際には小規模建物の場合以外は全て上記それぞれの専門家に専門分野の部分を任せるのが通常となっているこのため州によって異なるが前日のシビルエンジニア資格者が 建築構造の設計をする場合には、制限が課せられ、一定高さ以上の建物などは、ストラクチュラルエンジニアの関与が求められいる。事実建築家には、建物の構造が確かかどうかについての責任はなく、建築構造設計技術者である、ストラクチュラルエンジニアの役割となる。このため建築家は、構造エンジニアを呼んで、かつ建物には、電気と機械系の技術者も、 必要となる。建築業務の場合建築家は、チーム内の専門家のうちの一人であっても、建築家だけがクライアントとのやり取り把握をなす。一方英国では、構造技術分野では、構造技術者の集まりである、構造技術者協会は1908年に設立され、1934年に英国王室から正式な認知を受けた王立協会となり、会員数、 約2万2千人を有する世界的構造エンジニアの組織となっている。また、英国では建築の見た目の衣装から一歩踏み込み、ファサードデザインと統合させようとする、ファサードエンジニアというエンジニアもおり、多岐にわたるエンジニアリングを結集させ、構造、工法や材料、設備の選択に際して、耐久性や地球環境に配慮し、かつ、 居住環境や都市環境に良い影響を与えることを目的している。大陸、ヨーロッパやラテンアメリカのいくつかの国やトルコなどでは、工学技術者の称号は、工学部の学位を持っているものに限り許されている。たとえ職歴が十分であっても、それ以外のものが使用することは違法である。イタリアでは、工学部の学位を持っているもの以外では、プロフェッショナルとしての能力試験。 エーサメディストとををし、これれ通過した者がその称号を許される。ポルトガルでは、プロフェッショナルな技術者の称号と認定されるその工学学位は、オーデム・ドス・エイン・ゲンロスによって認定されている。チェコ共和国においては、技術者の称号、LNG は、科学、工学、さらには、歴史的事情により、経済学で学士か修士を収めたものに与えられる。 アメリカのすべての州、カナダ、そして南アフリカでは、いくつかの技術者の称号の使用を法によって規制している。特に、プロフェッショナルエンジニア、さらに工学分野から派生した工学、例えば土木工学や機械工学専門技術者に対する称号等を規制している。アメリカの州でほぼすべてにおいて、無許可の者のが技術者を称すること等を禁じている。 IEEE、e、の公式な見解は、工学学位を持ち、十分な技術者としての経験を持った者等が、技術者である、としている。日本の建設に関する資格一覧、日本の免状一覧、日本の情報に関する資格一覧、日本の工業に関する資格一覧、日本の環境に関する資格一覧、日本の通信に関する資格一覧などを見てもわかる、とり、 技術者資格の名称として、名前の末尾に、技術者と付けるものも多く存在する。情報処理技術者、システム監査技術者、応用情報技術者、基本情報技術者、バイオ技術者、シスコ技術者など、音響技術者の音響技術者能力検定、下水道管理技士の下水道管理技術認定試験、その他給水装置工事主任技術者、ガス主任技術者、 電気主任技術者、電気工作物全般を扱う技術者、電気通信主任技術者、電気通信ネットワーク全般を扱う技術者、ダム管理主任技術者、ダム水路主任技術者、ネオン工事技術者、ボイラータービン主任技術者などのほか、業務遂行するべく定められる主任技術者、管理技術者、管理技術者、電気管理技術者、給水装置工事主任技術者、 薬事の責任技術者、登場科学技術者、有線テレビジョン放送技術者、原子炉主任技術者、自家用発電設備専門技術者、浄化層清掃技術者、防火安全技術者などがある。また、統括管理者、無線従事者、清掃作業監督者、貯水槽清掃作業監督者、工事担任者、各燃料取扱主任者、放射線取扱主任者、 空調給排水管理監督者、防火管理者、公害防止管理者、エネルギー管理士、冷凍機械責任者など、こうした責任者、主任者、監督者としている者も,も、技術者が資格取得し従事することが多い。さらに、自動車整備士、航空整備士、航空機関士、陸上無線技術士、測量士、電気工事士、思考管理技士、 土木施工管理技師、造園施工管理技師、建設機械施工技師、建築施工管理技師、電気工事施工管理技師、観光事施工管理技師、ダム管理技師、ボイラー技師、環境計量師、検査分析師、認定環境師、消防設備士、建築設備士など、市のつくものに関しても、これらなどは技術者の資格であり、技術者が取得している。建築士、ビオトープ管理士も、 技術者の資格として認識されている。防火管理技能者は資格条件として消防法施行令条則第11条の4で防火安全技術者などが講習を受け、効果測定に合格したものと規定されている。資格取得に際しては技術者など実務経験を要するものがある。技術資格者という名称もあり、例として交通工学技術者の資格として日本では 交通工学研究会認定交通技術、資格者トップ、トラフィックオペレーションズプラクティショナーサーティファイドバイアスタ、交通工学研究会認定交通技術、上級資格者等、トラフィックオペレーションズエンジニアサーティファイドバイアスタが、ある。米国では、ペトは別にプトがあり、全国レベルの資格制度として1999年1月に、第一回の資格試験が行われている。 資格の認証は、米国交通工学会の関連組織である TPCB という独立の非営利団体が行っている。他に末尾にエンジニアをつけた名称の資格試験も技術者、資格である。国家資格、過去の情報処理技術者試験にあった。ないは、現行の相当試験、情報処理技術者試験の編遷も参照。民間資格、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。